はい、皆さんこんにちは、ブラックな師匠の水崎です。こんにちは。誰って話なんですけどそうですね、今日はですね、特別ゲストを用意しています。うちの会社のトップセールスマンの水木くんです。はい、はじめまして、水木と申します。今日の YouTube での話何しようかなって考えた時に、営業の話しようかなと思ってて、で、彼ね、営業めっちゃ強いんですよ。前職の練習のボタン言っちゃいます。1500万円。もうちょっと綺麗。1500万円。聞こえたらまずいもん。1500万円です。1500万。はい、稼いどうね。で、やっぱりね、年収で1000万以上稼ぐ人っていろんな特徴が。ゲップしてやべえ。してない、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 ペイコちゃん。いやいや、緊張の喉が年収で1000万以上稼ぐ人ってある特徴があると思うんだよね。共通する、はい、見てきたよ、いろんな営業マン。俺もいろんな業界とか業種の営業マンたくさん見てきたけど、やっぱりこうみんなに共通する特徴っていうのがあって、でそれをね、なんかこうお伝えできたらめちゃくちゃ価値あるんじゃないかなっていうところで、今日はこういう場を設けてください。視聴者の方には、ビジネスマンね、すごく多いと思います。そういった意味で言うと、どういう風な営業ができるともっと売り上げが高くなる、利益を埋める営業マンがいいのかっていうところを今日中心にお話したいなと思いますので、ぜひ見ていただいて、これ水木くんの頑張り次第でね、高評価だいぶ変わってくると思うと僕っすか、はい、でこれ高評価がいっぱいつけば続編がありますので、なるほど、はい、よかったらしてくださいね。興味なかったら押したらダメです。いや、押してください、絶対にお願いします。僕の評価下がるんで、はい。じゃあね、今日はね、特に営業の中で売れるトップセールスマンの特徴について話していきたいなと。あるやろ、いっぱいありますね、うん、はい、一言で、はい、あ、やめた、はい、お寿司に例えたら、はい、できるトップセールスマンって何、はい、中トロ。おお、はい、大トロじゃない。大トロじゃない。なんでコテコテすぎますね、ちょっと。あ結構いいじゃん、それですよね。わかりやすい、わかりやすい。ちょっとしんどいですよね。確かに、はい、数もいけないですし、大トロは、あっさりもしてるけど、はい、いい脂が乗ってるね。そうですね。さすがトップセールス、ね、ありがとうございます。これ打ち合わせなしでいい答え出ます。じゃあ具体的にできるトップセールスマンの特徴教えて。特徴、まずは第一印象がいいっていうこと、うん、もうこれ一番ですね。あ、はい、第一印象ね。そうですね、うん、トップセールスマンはね、やっぱ基本的にビシッとしとるね、うん、そうですね、はい、うちはね、スーツじゃないけんさ、はい、こんな感じやけど、はい、大体どこの業界業種のトップセールスマンもやっぱりこうスーツ着てる人たちってめちゃくちゃビシッとしてる。そうですね。パリッとしたスーツ着るしね。そうですね。ネクタイもすごいなんかこうこじゃれたネクタイつけるし、はい、はい、つけてます。何よりまずね、こうすごい体型にフィットしてるよね。大体なんかオーダーで作ってたりとかさ、どこのスーツ買ったりとかするよね。見た目大事ね。じゃあ第一印象を上げるために何ができる。第一印象を上げるためにまずは声を出すこと。声を出す、はい、元気を出すこと、あと身だしなみを整えること、清潔感を保つこと、これですか。なるほど、はい、それがあったら第一印象が上がりますね。プラスなんかもう一個取られたなっていう。プラスって言ったら笑顔です。あ、笑顔ね、はい、表情大事よね。そうですね、やっぱりね。特にやっぱ第一印象決めるときって名刺交換のときが一番大事だと思って、はいはい、営業現場において。これさ、もう恋愛もそうやね、はい、最初のイメージをガンと落としてしまうとさ、後から上げるのしんどかる。もう ビジネスも全く一緒のことが言えて、どんだけ一番最初の印象を高く保てるかっていうのはすごく重要なポイントだと。で、その第一印象を決めるのがビジネスの現場で言ったら名刺交換。名刺交換で意識してることを全国に教えてあげてよ。名刺交換で意識してるのは、まずは声をしっかり出すこと、うん、でしっかりお辞儀をすることで、あとはしっかり目を見ること、この3つを意識してます。なるほど、はい、渡す時のコツは。渡す時はしっかりと相手の目を見てもらう。はい、以上。違います。え、あ、なるほど、なるほど、いいと思う。相手の目を見て、ね、大事ね、はい、また下から出すとかさ。あとは何だろうね、名刺交換の時に注意すべきことって。あとはやっぱりもう本当に基本の基本でいくと、やっぱり名刺交換する順番を間違えないとか。まあそうだね、はい、ぐらいですかね。うん、はい、なるほど、はい、じゃあ名刺交換終わりました、はい、第一印象は結構よく与えた、はい、次に最初に
セールストーク、一番最初何話す、お客さんと。一番最初はやっぱりあのお時間作ってもらってるんで、まあ、そこに対する感謝をしっかり述べます、うん、はい。あとはよく世間話とかしたりする人とかいると思うんですけど、世間話ではなくて事前にそのお客さんのことを調べてた情報、例えば、ツイッターとかされてる方であれば、まあ、そのツイッターに対してちょっと触れたりとか、うん、相手のことに対する話をします。あ、なるほどね、はい、そこ俺と結構違うとこかもしれない。あ、本当ですか、うん、はい。俺まず自分の話する、まず何者かっていうのを簡潔に伝えてから相手のこと聞く、はい、はいはいはい。いろいろやり方あると思うよ、はい、営業のやり方って、はいはい、俺も世間話せんっちゃうね、全然、うん、よく言うアイスブレイクみたいな言ったりすんねんけど、はい、それこそもアイスブレイクやったら最初のありがとうを言うてる時にアイスブレイクしてしまおう。あ、なるほど、うん、なるほど。そのありがとう、まあ、ありがとうございましたと笑わせずに言ったら、こういう経緯でアポいただいてとか、はいはいはい、でなんでアポイント取ったかみたいなとか話をね、はい、軽くして進める感じ、はい、で自己紹介して何ですか、自己紹介をして、で向こうに、の課題というか、あの課題に感じていることをまず見つけないといけないので、どういうところを問題に思っているかとかっていうの話を聞きます。でその、課題に対して自分たちができることっていうのを提案するっていう大まかな流れですね。なるほど、はい。でもなんか結局それってみんなやってることやんか、はいはいはい、何が違う、売れること売れないこの違いって、はいはいはい、あの根本的なものだと思うんですけど、結構あの上辺だけであの向こうからどんなことが問題ですかって聞いたりする人もいるんですけど、なんかそこに自分の売りたい欲がなんかもうすぐ出てしまってるというか、なんで本気であのそこが問題やっていうこと自体を自分自身が思わないと相手に伝わらないと思うので、まずはしっかりと自分ごとにすることですから、ね、ものすごく意識してます。なるほど、はい、なるほどね。営業って結構ね、やっぱ相手に喋らせることも大事だよね、はいはいはい。どのぐらいの割合、大体営業と言ったらお客さんとこっちが喋る割合で言ったら何対何ぐらい？8対2ぐらいです。あ、だいぶ少ないってね。少ないです。なるほど。俺だったら大体5分5分、もしくは6、4ぐらい。あんま喋らんない。そうですね、いろいろ喋ってもらったりすることが多いですね、はい。なるほど。どんな風に引き出すの、お客さんの声を。まずは心を開いてもらうことが大事だと思うので、当然自分のこともまず喋りますし、で自分のことを喋った上で、心を許してもらって、あ、じゃあ こいつやったら喋ってもいいなっていうふうに思ってもらう状態を作ります。具体的にはお客さんの中で問題があった時に、例えば自分は今こういう悩みを抱えてるとか、自分はこういう問題に直面しながら仕事をしてるとか、そういうのをさらけ出しながら話をするようになります。自分を出す、さらけ出す、はい。まあ、確かにあの懐に飛び込むっていうのはめちゃくちゃ大事だと思っててさ、さっき言ってたけど、なんかこう問診票みたいにさ、今困ってるとこどこですかとか、お腹痛いとこ、あ、ちょっとどこか痛いとかありませんかみたいなことを聞いてても絶対本音で出てこんから。でさらに営業において厄介なのが、顧客が気づいてない場合があるから、その課題に対して。じゃあ何が課題かっていうのをしっかりと抽出してあげるっていう作業がめちゃくちゃ大事だと思っていて、じゃあそのためにどんな質問するか、それが聞きたい。なるほど、うん、まあ、事前に調べてきてるんで、まあ、それに対してしっかりと触れて、でそれが、なぜなのかっていうのをしっかりと聞いていくこと、であとはあのお客さんから出たことっていうことに対して常にアンテナを張って、まあ、知ったかぶりをせずに、なんでなんですかっていうのをずっと繰り返していくんですね、うん、なるほど、はい。じゃあここでちょっと 俺のやり方も伝えておくわ、はい。基本は、まあ、お客さんのことを聞かなきゃいけないからさ、とにかくどん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 掘っていく感じやねんか。例えば、社員がなかなか定着しないんですよっていう風に言うとする。でもそれって完全に理由があるわけやんか。じゃあそれがなんで定着してないのか。それは給料が安いのか、それとも仕事内容が面白くないのか、上司がムカつくのか、いっぱい理由あるわけやん。それがなんでかっていうのをどん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 掘っていく感じで、相手の状況を知るっていうところをやっていく。あらゆるカテゴリーに対して、今言ったのは人っていう部分やけども、人だけじゃなくって、それは事業っていうところもそうかもしれないし、理念っていうところもそうかもしれないし、社内制度っていうところかもしれないし、じゃあそれをちゃんとヒアリングしてね、情報をね、こう集めて集めて集めて、きれいに整理してあげることがまず最初の現状把握や。現状把握、つまり課題ね。なんかね、ここを聞かんとする営業が結構多いよね。そうですね、うん、なんでそこの課題もなく、あの全然関係ないものを勧めたりとか、あの結局そうなるとどんどんお客さんでやっぱストレス溜まっててしまうんで、やっぱり心閉ざされてしまったらその後やっぱり話にならないですよね。なんかやっぱうろうろってしたらね、こう分かるけどね、あの結局売り上げって課題解決の価値に対する対価でしかないんで、お客さんがね悩んでることが解決できて、それが対価に見合ってればお金で自動的に出てくんねんか。これあべこべに考えてる人多いよね。とりあえずなんぼで売るみたいな、
そうですね、それは結局一番最初の話じゃないですけど、相手のことをちゃんと思ってるかどうかとか、やっぱそこにつながってくると思うんです。そうだね、はい、なんやろね、いろんな営業は見てきたけどね、はい、不動産のトップセールスも見てきたし、はい、保険会社のトップセールスも見てきたし、はい、IT 系の会社のトップセールスも見てきたけど、はい、とりあえず一言でキーワードを言うとするならば、いや課題解決力かなっていう強く思うところがあって、やっぱね提案がどんどん出てくるよね現場で。じゃあそれに対して、まあ、引き出しいっぱい持ってるからさ、その場でこんな風にしたらどうですかっていうのがバンバン出てくる。やっぱりその場で、すぐに答えをもらえるっていうことは、お客さんからしても、あ、こいつ信頼できるなってやっぱつながると思いますし、こいつ信頼できるなってところにつながると思いますし。意外と。あかんだから言った方がいい。意外と言った。ちょっと整理しよう。はい。じゃあ、今度は営業の現場の中で大事なことは、まず聞くことやと。相手の状況をね。じゃあ、聞くためには、相手の懐に飛び込まなきゃいけないと。顧客が本当に困っていることって何かっていうのをどん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 繰り返し深掘りしていく。そうですね。なので、言われたことに対してやっぱ疑問を持ったりとか、やっぱり興味を持つということがめちゃくちゃ大事ですね。本当にね、相手に興味持って聞けるか聞けないかってすごい大きなポイントかなって。とりあえず質問される質問ほどさ、めっちゃ鬱陶しいもんないやん。わかるけんね、それって。じゃあ本当に顧客をどうやったらこう解決できるのかっていう思いを持って、じゃあそのために必要な情報を仕入れるというのはすごく大事。そうですね。何でもかんでもなんでなんでって聞いて的外れな方に進んでいってしまうというか意味ないですし、そうだね、はい、ポイントを押さえるってすごい大事かなと思うね。じゃあ最後、まあ、一番ね、まあ、こう営業とか話しとってさ、一番最後に何があるかって言ったらさ、結局クロージングやん。見積もり出して契約してもらえるかしてもらえないか決定しなきゃいけない。ここで気をつけてるわ。そこは、中途半端に相手に問いかけるんじゃなくて、どう思いますかっていうことをまずストレートにしっかりと聞くことですね。でそこからお客さんの方から、いやこう思ってんねんとか、いやめちゃくちゃ興味あるよとか、やっぱり新しい方向にやっぱ進んでいけるんで、ダメなのはそこをうやむやにして何も聞かないっていうのが一番ダメかなというふうに思います。じゃあここでね、よく営業あるあるないけどさ、はいはい、見積もりを高い方から出すか安い方から出すか問題ってあるやん。これどっちかって結構分かれると思うやんか。まあいろんなやり方はあると思うんで、どっちが正解不正解はないと思うんですけども、以前の言うか、見積もりを出すときに高い方の金額から出すのか安い方の金額から出すのか、言います。僕も言います。せーの、高い。そうね、はい、高い方からね。まあこれ安い方から出す戦略もあると思うんやけどね、当然ね。ただ俺はポリシーとして絶対に一番高い見積もりから出すっていうのをポリシーとしてるから、ポリシーと、まあ、戦略でもあるねんけど、やっぱさ、一番高い見積もりって自分たちの一番いいサービスやんか。そりゃそう、安い見積もりの方がいいサービスなわけがない、はい、いろんなものが入ってるわけなんで。じゃあつまりどういうことかと言い換えると、一番自分たちが自信を持って出さなきゃいけない見積もりが一番高い見積もり。じゃあなんでそれ最初に出さんとって話。だから俺はもう絶対に見積もり提案するときは一番高いの自信満々に出すって、むしろそれでしか契約してほしくないみたいな感じで出すから。結果としてはあるよ、お客さんのご予算もあるからね、こっちの都合だけでは決められんからさ、あるけど一番高い方から見てもらって。なんで一番高い方から出す。一番やっぱり自信があるものを進めるのは当然のことだと思うので、お客さんにそれまで説明してきたものに対して自信があるんであれば、やっぱりそれをやりましょうっていう形で全部出すべきだとやっぱり僕も思います。あともう一個ね、いい点があるというよね、はい、高い方から出すと何がいい点があるかっつったら、一番高いの最初に見せるやんか。そうしたら次のやつね、だいぶ安く見えるよね。でさらに大体俺3つ3パターンで持ってきてよ、見積もりは超チグバイみたいな感じで。でそしたらね、倍もまあまあいいねなんちゃけど、めちゃくちゃ安く感じるというか。で、中は、まあ、やりやすそうだなみたいな。で、松は頑張ったらいけそうだなみたいな。で、松で取んねんけど、選択をさせた方がいいよね、見積もりは。これもいろいろ考え方があると思う。会社によっては、もう一本決め打ちで、一番自分たちの自信のあるプランだけで出すっていう会社もあると思うけども、俺らの場合、言ったら細かい仕様設計しないからさ、ある程度概算でしか取られへんから、そういった意味で言うと、お客さんイメージしてもらいにくいよね、まだ。これまでの制作の実績とか、企画の実績とかを見て選んでもらうって形になるんで、そういった意味で言ったらある程度企画に選択の余地があった方が決定率は。そうですね。であとは高い見積もりをバーンと出して、でその後お客さんから何の反応もないのにどん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 値段下げていくっていうのも、結局自信ないんかという話になってきてしまうので、まあ、それもダメかなというふうに思いますね。まあ今の話の続きじゃないけどね、見積もりを提示する上で絶対にやらん方がいいことっていうのがあって、それがね、値引きなんよね。値引き、
ちょっと語弊があるかもしれないけど、うちの会社一切値引きしない。でもこれ会社のルールとして決めてる。これなんで値引きしないかって言ったら不公平、顧客にとっては。そうですね。で自分たちの首を自分で絞めてるもんだろうもんやろ、利益を落としていってるわけなんで。だからワンプライスで提案するっていうのは結構大事かなと思っていて、お客さんも安心やそっちの方が。言ったら言ったもん勝ちみたいな世界がなくなるんで、お客さんによってめっちゃ高い見積もりとか、お客さんによってめっちゃ安い見積もりとかが一切ない。なんかこうズブーンって困った時に、じゃあもっと安くしますって言われたら、もう最初から出しとけやって話になるやんですね。しかももともとじゃあそこの底値はいくらなんだっていうか思考になってしまうと思うんだよね。そうだよね、お客さんも。なんで俺が今まで見てきたトップセールスマンで基本的に値引きをこう推奨するなんてセールスマンに会ったことはただの一度もない、ね、むしろ顧客にもっと付加価値感じてもらって、通常の価格より高くていいからあなたに担当してほしいって言われるような営業マンばっかりやるの、それが大事かな。そうですね。今日は第一印象の話と、営業に行った時にどんな風にお客さんから状況を聞いたりとか話をするのかっていう話と、で最後にクロージングの話としました。ちょっとね、水木くんね、初めてやったんでねちょっと緊張したかもしれない。これ本番ですか？本番余裕の本番、はい、ちょっとこれもう高評価つけばね、はい、2回目考えるけど。いやいや、お願いします、はい、あの次はあのもっと多分しっかり喋れると思う。あ、はい、じゃあもし皆さんのご期待いただけるんであればね、チャンネル登録と高評価の方を押して再生ボタンを取ってください。はい、はいはい、ではまた皆さんお会いしましょう、はい、さよなら、さよなら。